こんにちは、 BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。ダイソーのブランド 3P に行ってきました。今日はこのどちらかの鉢に寄せ植えしていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。色違いのようで微妙に花模様が違います。多肉を植えるのでトレーは今回使いません。先日コメントで 3P に可愛い鉢がありましたよと教えていただいたので早速行ってきました。材質はセメントです。なのでずっしりとした重さがあります。さて今日はどちらの鉢に寄せ植えしていきましょうか。準備した多肉はこちらです。パープルヘイズ以外は購入したままになっている鉢です。今日の寄せ植えの主役はサンタバーバラ。涼しい感じの水色に寄せ植えすることにします。 BA チャンネル。直径が12センチ、4号鉢くらいですかね。高さは11センチです。底穴は開いていますが底面が平たいので水はけの道を作った方が良さそうです。100均キャンドゥで買ったクッションゴムです。セリアやダイソーにもあると思います。これを4箇所に取り付けていきます。底面と棚の間に隙間を作って水が流れやすくします。底石はキッチンネットに入れたものを。だいたいこの辺りまで入っているかと思います。土はいつものブレンド土。寄せ植えなので肥料は入れません。うちに来てもう1年くらいが経っています。購入したのは去年の8月下旬です。2、3日前に水やりしたばかりなので土が湿ったままです。サンタバーバラは初めて育てる多肉です。そういう多肉は大体が使い慣れた土にすぐに植え替えをしてうちの環境に慣れるまで様子を見ることが多いんですが、気まぐれで寄せ植えに使ってしまうこともあります。この苗も環境に慣らしてから使おうか、それとも思い切って寄せ植えに入れてしまおうか考えているうちに植え替えもせずに丸1年が過ぎてしまいました。結局それで我が家の夏も秋も冬も春も問題なく育つことが分かったんですから、結果オーライかなと思っています。枯れ葉と変色した黄色い葉を取り除いて、土は下半分と型の部分をほぐしています。こんな感じで OK かな。どんと中央に入れました。この苗の周りにさっきのセダムとかを入れていこうと思います。
ドラゴンズブラッドとトリカラーは庭から切ってきました。その他の脇役多肉はこちらです。まずはピンクベリーから。背が高い苗を切って挿そうと思います。ピンクベリーはうちにもう一鉢ありますけど、過保護にしすぎているのか、ピンクに紅葉した様をまだ見たことがありません。寄せ植えに使うのも今回が初めてです。ここで今年紅葉した姿が見られないかなと期待しています。去年刺し穂で増やしたパープルヘイズです。名札にはセダムとしか書かれてませんけど、黄金細葉万年草だと思います。日差しが強すぎて真ん中がやられてしまいました。でも周りの方は無事です。これを綺麗な先だけカットして刺そうと思います。次はコーラルカーペット。これも伸びた苗を選んで切って刺していきます。
これくらいで隙間は埋まった感じですね。用意していた庭のカット苗は別の寄せ植えの手直しに使おうと思います。今日はダイソーのブランド 3P で買ってきた花柄の可愛いセメント鉢に寄せ植えしてみました。コメントで教えてくださったミキさん、ありがとうございました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みえでした。次の動画までバイバイ。